デーブ・ペルザー。デーブ・ペルザーはアメリカ合衆国の作家。幼い頃に実の母親に凄まじい虐待を受けた自らの体験を赤裸々に綴った著書、イットと呼ばれた子で知られる。現在も講演活動や執筆活動に力を入れている。デーブ・ペルザーは1960年12月29日にカリフォルニア州のサンフランシスコの南にあるデイリーシティで5人兄弟の次男として生まれた。ペルザー自身の著書によると、イットと呼ばれ、実の母親から心身ともに虐待を受けていたという。暴力の嵐にさらされ、地下室に住まわされ、人間扱いせずに、それ、あれと呼ばれる。食事も滅多に与えられず、不衛生なまま放置される。デーブが成していくにつれて、母親のやり口もエスカレートしていき、命の危険にさらされることもあった。はじめのうちはデーブに同情的であった兄弟や父親さえも母親に翻弄されるがままになってしまった。そのような状況や環境の中でも彼は必死に生き延びようとし、1973年3月5日、彼の通う小学校の教師たちによって救出された。教師や警察の手で保護され、恐ろしい母親の虐待から逃れ、デーブは自由の身になった。しかし彼の本当の試練はここから始まったとも言える。里子となってからは周囲に白眼視される日々。自由になって嬉しい反面、家族に会えない、もどかしさがせめぎ合う。いじめを受けた上、放火の濡れ衣を着せられ強豪院送りにされてしまうこともあった。だが、献身的な里親や支えてくれる人々のおかげで立ち直り、アメリカ空軍への入隊を果たす。過去の体験を断ち切り、夫となり父となって結婚し息子が生まれた。それでも彼の苦悩は続く。両親の死、結婚生活、うまくいかない仕事。けれども最愛の妻と立派な息子の支えがあり、大人として自立してゆく。1995年9月にイットと呼ばれた子を出版する。この本は大きな話題を呼ぶ。しかし、出版した時点からすでに本の内容について細かな疑問点が指摘されていた。また、彼の家族からも批判的な発言が相次いだ。その後、デーブ・ペルザーの弟で4男のリチャード・ペルザーが、ア・ブラザーズ・ジャーニーを出版し、デーブが引き取られた後に虐待されていたことを明らかにした。ありがとうございます。